イララは、マラウイ湖を航行するフェリー。1875年に建造された仙台のイララとの区別のため、正式には、イララ2である。イララは、デイビッド・リビングストンの死没地であるザンビアの地方名にちなんだものである。1949年、ニアサランド鉄道がマラウイ湖で運行するために、一隻のフェリーを、ヤーローシップビルダーズに発注した。先代は初めて、 マラウイ湖の交通を担ったポプラ製の船であり、それに続く2隻目となる船はその名を引き継いで、イララニと命名された。ただし、塗装された名称は、イララとなっており、ニを省かれることが多い。建造後、最高で、重さ18トンに至る780個の部品に分解されて、モザンビークに送られ、鉄道でマラウイ湖畔まで輸送された後に組み立てられ、 1951年6月に浸水した。就航後は少なくとも2度座礁し、1990年代中頃に機関を交換するなど、幾度も整備を受けながら運用され続けている。整備に伴う運休時には、通常南部を航行するマテンディアが代わって投入されている。モノハル構造のため、国際開示機関が推進している。 客船基準に合致していないことが指摘されている。ニアサランドとマラウイを通じて数種の切手が発行されており、2009年には英国放送協会が60周年を記念して特集を組んでいる。マラウイコ南岸に位置する母港であるモンキーベイから北部のチルンバへの航路を6日間で往復する。特にリコマ島への交通機関として知られている一方、 遅れが常態化している。かつてはカロンガに寄港し、さらに北方のタンザニアまで航行していたが、この部分は廃止されている。2009年の時点での寄港地は以下の通りであった。袋においては逆順で寄港する。モンキーベーチポカコタコタメタングラコブエリーコマ、シマチズムルジマカタベイウッシシャローウェインチョロ、チルンバチケットは5等級に分かれている。 2011年の段階では、船室は6室であり、特等船室に相当するオーナー、S キャビンが1室、1等船室相当のキャビンクラスが5室となっている。それ以下は、バーレストラン、就寝スペースがベッド設けられているファースト、パッド付きの座席のあるセカンド、2等船室相当のエコノミーの3等級に分かれている。メガボルトイララ2。 クライド・ビルト・データベース、2011年5月23日、閲覧。ABC ・メガボルト・イララ・クルーゼス。マラウィ・トラベル、2013年1月4日閲覧。ABCDEFG ・マラウィ・60 years of the メガボルト・イララ。英国放送協会、2013年1月4日閲覧。ABCDE ・イララ2。 2013年1月4日閲覧。AB マラウィレイクフェリー。2013年1月4日閲覧。ありがとうございます。